始まるよ。はい、こんにちは、ぽねやんです。ピクミン4続きからやっていきたいと思います。さあ、動物愛好家の人が読んでいるということで、この人か、え、この人わかんない、わかんない。はい、訓練させてください。とりあえず噛みつきレベルを上げておこうかな噛みつかせる予定はないけれど、やみつき棒もらいました。やった。で、きっとね、動物愛好家この人じゃないんだよね、おそらくね。この人かな。生物図鑑、生物図鑑って書いてある。ダルメッシュと申します。この星の原生生物を知りたくて知りたくて思わずやってきてしまいました。その子たちの素敵な生態を図鑑のようにまとめるのが夢なんですね。ああ、そんなさえしていなければめくるめく出があったはずなんですが、恥ずかしながら私未だどの子にもお目にかかれていないです。なんということ。そうだ、原生生物を見つけたらあんなことやこんなこと教えてもらえませんか。もちろんそれなりのお礼はご用意してますよ。大好きな原生生物のためですからね。おお、25種以上発見する。結構発見したのね。ベイビーチャッピーって言うんだ。へえ。いや、こういうのをね見てたいけどね、見てる場合じゃない見てる場合ではない。はい、いらしてき、いらします、 いらしてきます。よくわからない日本語が。久しぶりに撮ってるんだけど、操作が怪しいけど頑張って、まあ行きましょう。はい、ミッションリストです。探索行きます。なんかね、そうそう、ここはさ、氷ピクミンがちゃんと数いない、違う、水ピクミンだ、水ピクミンじゃない、青ピクミンがいなきゃね、いけなかったから、次こっちに行こうと思います。花吹雪の楽園、出発します。なんか可愛い子がいる、なんか可愛い子がいる。あれ、でも原生生物だよね。何、ゾウさんの滑り台、あれ保育園みたいなところなのかな。わあ、綺麗、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗なとこ来た。さあ、ピクミンを出しましょう。お、ホケケ打ってる。春ですね。おすすめ、あ、おすすめだとこうなるんだ。もうおすすめで行きましょう。地形を把握するのはレスキューの見回しドローン。そんなのあったな、そういえば。ほい、見回しドローンどこだ見回しドローンどこだ。で、あ、なんかこっちにもあるね。これ敵じゃないの。ほら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 、うわ怖いよ。で、とりあえず運んでもらって、あ、わかんない、なんかいる、そこ、ここ、ここいたよ、ワンちゃんが。どこどこ、地形がよくわからない。あ、行けた。あー、こっち行こうか。ここにもお宝があるけど、ここ行こう。もう地図見ながらじゃないと全然わからないなんかピコンピコンって言ってたけど、あ、そうか、お宝のあれが入ってるから
さ、ほら、いたね。あ、あの葉っぱ人は気をつけてください。リンゴさんを襲った葉っぱ人かもしれません。間違いねえやつだ。ってことは倒れてるのはパイロットか。パイロットなのかな。あ、行っちゃった。まずい、葉っぱ人にさらわれちまうぞ。追いかけるんだ。追いかけよう。入る。ピクミンを連れていけません。あできるかな。また来たな。この星段取り悪いもの、生き残れない。葉っぱ生やして生き返す。お前に彼らが救えるかどうか段取りバトルに見極めてやる。今度は一つルールを追加して勝負だ。何のルールを追加されるの。あ、広いじゃん。流れを見極めるとても大事。物の価値すぐ変わる。その時価値高いものプレミア品になる。プレミア品運ぶとポイント倍増、段取りに差をつけられる。マジか。とにかく増やして、で、オッチン、オッチンって、オッチンに運んでもらって、大丈夫かな？よいしょ。プレミア品を運んで、プレミア品を運んで、で、とりあえずこれちょっと数、オッチに運んでもらって、で、まだかな、嫌なんだけど。あ、嫌なんだけど、運びなさい、早く運んで、早く行け、頑張れ。あ、なんかあれだね。え、どういうこと、どういうこと。わかんないね、わかんないよ。何がどうなってんの。あ、運んでんじゃん、あいつ。一個運んでもらって、一個運んでもらって、で、で、もうよくわかんないから、よくわかんないから運んでもらって、とりあえずこれ運んでもらおうか。よくわかんないな。よくわかんないな、何が起こっているのか。とりあえず取っちゃった。で、で、どこ？どこ、どこで何をしよう。あれ、倒してもらって、倒してもらってさ、これをしてもらって、で、運んで、運んで、で、運んで、運んで、で、運んで、運んで、運んで、そうよ、運ぶのよ。で、あれ、あの私のワンちゃんどこ？ワンちゃんどこ行った？うん、なんかよくわからんが、なんかよくわからんが、なんか仕事はしてるのね。で、3個で、運んで、運んでくれてる、運んでくれてる、運んでくれてるけど、あれがいるから帰って、で、わけわかんないよ。で、ね、5個で増やしとこ、数はね。でもね、何がどこにある、あ、
なんか来たよ。なんか来たよ。あいつが来たよ。邪魔しに来たよ。邪魔しに来たで。邪魔しに来た。で、なんかよくわからんが。運んでくれるでしょ。なんか叩いてくれてる。頑張れ頑張れ頑張れ。よくわからんが頑張れ頑張れ。ピクミン、なんか花咲いてる子がいるよ。花咲いてるけど、あ、早く運んで、早く運んで、早く運んで。はい、とりあえず投げようか。こうやって運べるのかな。勝った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 。よくわからんが勝った。すごいじゃん、100以上の差で圧勝した。だってやる私。今回も素晴らしい段取りだった。あとは任せた。何を任されたの帰った。この葉っぱになっちゃったとか子ってさ、遭難者ずっと葉っぱのままなのかな。いけた。ポネオッチン遭難者をビークル号まで運ぶんだ。オッケー、これでおすすめで決定。でここがさ、運んでもらって、よくわかんないからとりあえずこれしといてもらって、ここ何入ってんだ。一緒に行ってもらおう。なんかピピ音が鳴ってる。あ、出てきた。かわいい。運び終わるかな、さらさら。よしよし。ID 情報の確認。これまたあれでしょ、読み取れない。そうだよね、読み取れない。むむ、葉っぱ人になると生体認証できないよ、旦那。そうだよ。前からそうだったよ。さあ。そしたら、行けるとこ増やしたい。あ、ほい、よし偉いぞ。ここもね、運びたいんだけどな。粘土橋を建築した。あー怖い、怖い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 よ。びっくりした。そうだ、これ乗れるんだ、忘れてた。で建築終わったから建築のとこ行こうか。建築したところに行っているね。みんなここで待ってる。だけどね、お宝レーダーがさ、全然なんだよ。なんだここは。これで押してもらって。何あの変なのなんか変な子がいるよ。怖い怖い。でここに、あ、できない。これね、きっと氷だと思う。ねえ、そんな感じしてるよ。で、掘ってもらおう。みんなに掘ってもらって、で、オッチンは、あれ、Y じゃなかったっけ？こうか、X だ。
で壊して、いやなんか水があそこ通れないじゃん、なんかいるよ、ここもいっぱいいる、ここもいっぱいいるここもいっぱいいる、いやだ。で、はい、ちょっと合わさなきゃだね。よし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 、全部倒してもらった。あ、ここにさあるね。うわびっくりしたびっくりした、あ怖い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 本気でびっくりしたんだけど、ちょっと降りよ降りよ、そうだちょっと待って、これでさ、やったーやったー、あーもう移そうかな、あっちまだあんまり見てないけどね、そうなんだよ、あっちまだ見てないんだよえ、そうまだ見てないんだよ、ま、だけど移そう、またあの花が生えてきたら嫌だからさどんな理由だよって話だけど、マジでマジでびっくりしたごめんね大声出しちゃって、ガチでびっくりした、困るああいうの、何これ、これは何なんだ、こっちにもいるね、なんか敵がいる、怖い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 、何してるんだろうこれは、いけおっちん、えい、あ、よしよしよし、花になったね、これは何、このお花は何なんだろう、なんかさ、え もしかするとさ、結構私のピクミンやられてたりとかするのかな、全然分かってないんだけど、おや、いつの間にか赤身がこんなに集まっているな、強くさの実、なんかなんかくれた、うん、10個ほど絞ったエキスを瓶に入れてカバンにしまっておきますね、もう何かに使えればいいのですが、ほう、え、これは何なんだろう、なになに、えほえほ、えほえほしてる、どうなる、あー、あー水が止まるの、すごいすごいね、こんな仕掛けもあるんだ、あそこい、なんかみんな止まってんね、よしよしよし、まあやってってもらって、
ここ誰も数個いない、いないね数個。そしたらこっち行ってさ、カエルがいるじゃん。岩ピクミンが欲しい、岩ピクミンが欲しい。あいつやだよあいつやだよ。あ、今なんか食べてたよ、食べてるよねえあれあれ何あの子、え、怖い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 、衝撃の衝撃の瞬間を見ちゃったよ。なんか延々とここ赤い実取ってるね。ほい、永遠に実を取っているそんなことしなくていいよ。よしよしよし、じゃ乗って、こうやってこれでいいんじゃん。よーし、これがお宝だったの。可愛い子がいる、可愛い子が。なになに、めっちゃピンピン言ってる。これもか、これでいいか。これをちょっとしといてもらって、この子が何なのか、この子は一体何なのか。あ、食べられた、食べられた食べられた、悲しい。おうち、ほら、こっちに引っ張ってもらってる間に、これは壊せる壁？壊せないよね、きっとね。シュンとしてる。叩いてもビクともしない。これはダメだ。他のことをしよう。はぁ、はぁ、今日びっくり多いんだけど、やだよ。うん、植木鉢の土どかしてくれてありがとうこっち行こう、こっち行こう。怖いわ、ほんと。なんかあれだね、距離が足りてない感じがするね、投げるのに。あ、これで、ここにもあるね、拠点。ここ最初のところじゃんここ最初のところ、こんなとこにあったんだお宝。全然気づかなかった。でもうこんな時間早いな。あ、違う違う、こっちこっち怖いとこ、こっち怖いとこダメだ、全然進められていない。初めて来るところっていうか、あれだね、一気にこの難しさが上がったね。っていうか、何してんのこの子たちは、永遠と永遠と何をしている。ずっとずっとあなたたち運んでたのね、ゲロゲロ言ってるし、どうしようどうしよう、厳しい厳しいよ、時間的に厳しいよ。よし、あ、足りないよ。50は刺す、いけるのか。あ、ハリアップやれた、ハリアップやれた。え、はぐれたピクミンどこにいる、どこにいる、はぐれたピクミン。
ねえ、どこにいる？どこにいる？え、全部返却して、返却して探しに行こう。どこいるの？どこ？ここだ。ここにいる。ここにいるって。わあ、ほんと、今日は、全然、なかなか進めなかったな。よしよしよし、回収して。で、地形を見ていこう、地形をさ。で、ここにはさ、いるでしょ？あいつがね。で、ほら、またいたから、こう、ちょっと破壊しといて、いるんだよ、あいつが。戦わなくていいとかできるのかな？ここでいたらでも反応がないから、案外いけるかもね。黄色ピクミン連れてきてここ掘らしたら。うん、いけるかもしれない。よし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 。ここしか見れなかったな。で、あっちの方あと。ここを切って、ここ切って、ここもやって。あそこのお水の先はどうなってるんだろう。見てなかったけど。あ、終わっちゃった。早い。さあ、帰ってきた。さあ、帰ってきた。6日目、探索結果、救助した人、一人。今日集めたキラキラエネルギー、果物多いね。取ったっけこの縁側の実。覚えてないや。ねえ、この鶴も取った、鶴も取った。15%。あ、氷ピクミンが一匹死んで。だけどあれだね、氷ピクミンを食べさせたら凍るんだよね。敵凍ってたもんね。白ピクミンみたいな感じでも使えるんだ。そういう新しい使い方を発見してしまったよ。ハレス級の心得、人はなぜ戦うのだろうか、なぜ競うのだろうか。なんか深いこと言ってる。キュリどうしたんですか？段取りバトルを見ていてふとそう思ったんだ。あまりにも悲しいじゃないか、同じ宇宙に暮らす仲間だというのに。あら、それを言うなら体調の苦手な動物だって宇宙に暮らす仲間ですよ。それとこれと話が別だ。言われてますよ。体調言われてますよ。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、コメント等で応援よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。ぽなよでした。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。